FM ルマ情報局をお届けしております。さあ続いてはゲストコーナーということでお招きしております。早速ラジオ機のリスナーの皆様に自らのお声で自己紹介をお願いします。はい、私海洋博公園から参りましたイベント広報係の荒崎と申します。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。海洋博公園からということで、はい、今日はどんなお知らせをしてくださいますでしょうか。はい、こちら海洋博公園の3月のイベント情報をお伝えいたします。はい、3月20日土曜日と3月21日の日曜日、はい、今週の土曜日日曜日と来週の27日土曜日、はい、28日の日曜日、今週と来週の土曜日日曜日ですね、はい、沖縄本島北部地区の作家や工房が制作した工芸品の展示即売会、ヤンバルの工芸広場が開催いたされます。開催されます。へー、はい、今週末とそして来週末ということですね。はい、海洋博といいますとやっぱりこの沖縄のリゾート地というリゾートの、もう美ら海水族館があってね、代名詞みたいなところではあるんですが、はい、今回コロナ禍ということでお休みしてる施設とかも前は結構いろいろありましたよね。時間が狭まったりとか、ね、ちょっと昨年はちょっと空いてる施設であったり、はい、ちょっと営業時間が時短営業っていうんですかね、はいはい、そういう営業されたところもあるんですが、はいはい、今回全ての施設は今は時間にちょっと差はあるんですけど、うん、オープンしてますので、はいはい、そちらと合わせてですね施設の方も楽しみながらこういったイベントの方もさせていただいております。はい、そうなんです。今からこう沖縄ウリズンの時期に入ってきて、はい、こう草花も綺麗になって景色も本当にこう綺麗なお花の色とかね、そうなんですよ、もうすごい綺麗な時期に入ってくるので、はい、そこで海洋博って本当に楽しめる場所ですよね。はい、もうそういうお花とかも、うん、この時期やっぱ綺麗なお花も園内各所に置いてますので、はい、それと一緒に合わせてお楽しみいただける、はい、そうなんですね。でそれぞれもうそれぞれ施設によってまたちょっと時間帯とかは違ったりすると思うので、はい、お確かめいただいて、そうですね、足を運んでいただきたいんですが、はい、でも意外と海洋博ってものすごいいろんな施設があって、美ら海水族館だけじゃなくて、はい、熱帯ドリームセンターもそうですし、はい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 、何でしたっけ、プラネタリウムが見れる、はい、海洋文化館、はい、海洋そういった形施設がいろいろあったり、あとイルカショーもね、はい、あったりするので、もういろんなイベントがあるので常々行くときにはホームページとかからサイトからチェックさせてもらったりとか、そうですね、海洋館のホームページで、はい、最新情報をチェックしていただいて気になるところ、はい、ぜひぜひ寄っていただきたいんですが、です今回は、ヤンバルの工芸広場ということで、はい、今週末来週末、20日21日そして27日28日ということで開かれるということなんですが、はい、ヤンバルの工芸広場、はい、ということはヤンバルの工芸品が集まるということなんですか。そうです、ヤンバルの、沖縄北部地区の方ですね、はい、で活躍する作家さんであったり工房さんが作った工芸品の、はい、展示即売会ということで、はい、メインにさせていただいております。買うこともできるということなんですね。そうです、その場で気に入ったものがあったら、うん、もう購入いただくこともできますし、で実際ちょっと見てみて実際に作ってみたいという方もいらっしゃるかもしれません、はいはい、そういった方の、はい、そうなんですよ、で、はい、ワークショップも今回同時に開催しましてですね、はい、すごい嬉しい、はい、このワークショップは時間かかったりする、はい、ですね、子供も一緒に楽しめる、子供お子さんと一緒に楽しめるものから、はい、ちょっとより本格的なものまでご用意させていただいておりますので、はい、はい、あ、じゃあこのワークショップも楽しみながら工芸も工芸市も楽しめるということですね、そうですね、はい、この工芸品っていうのは主にどんな工芸品が、ね、その一番には出ますか。はい、ですね、まあ、うん、織物、陶器が、はい、まあ、一番今回の出展のものでは多いんですが、その中で他にも、うん、木工のものであったりとか、はい、染め物、織物、また琉球ガラスなどの、はい、出展品も今回ご用意させていただいております。はい、ですね、はい、昨年からのこのコロナ禍で実はおうち時間が増えて、はい、おうちの中でご飯を食べる機会だったりとか、はい、おうちの中でくつろぐ時間とか増えて、工芸品のこの陶器とか、はいはい、特に沖縄のこの器とかそういうのにこだわる方も多分増えてきたと思うんですよね。そうですね、おうち時間が増えてますから、改めて見直すみたいなことが、ね、美味しい料理も美味しい綺麗な器に入ってたら、はい、もうお気に入りの器に入ってたらまた美味しく料理もできますし、すね、美味しく食べれますし、でまたちょっと今回はですね、はい、作
家の方が、作った方が実際にこの展示会場にいらっしゃいますので、はい、ちょっとやっぱり伝統工芸品どういったものいいかわからない、興味があるけど、ちょっと自分ではなかなかどうしたらいいかわからないという方も、実際にその方とお話ししてですね、はい、そういうお話も聞ける機会、まあ、貴重な機会になると思いますので、はい、合わせてお楽しみいただければと思います。すごい、この柄どうやって作ったんですか、この柄の意味なんかあるんですかとかいうのも来ますよね。はい、それは本当に実際にこの工芸を作ってらっしゃる方が売って売りにいらっしゃってるっていう、この工芸広場だからこそ楽しめる交流だったりするかもしれないですね。今回この開催にあたってちょっと応募して、はい、参加する方を応募したら、はい、約30店舗の方々、はい、もうぜひ出店させてくださいということで、もうお願いしてですね、見応えありますね、はい、30点一個一個回っていったら日が暮れちゃいますけど、す、ね、日が暮れどこかに1週間ぐらいかかりそうですけど、 そうですね、それが一堂に会してということであれば、はい、かなりこう楽しめるイベントになるんじゃないのかなと思いますね、はいはい、本当に海洋博って朝一で来て本当に夕方まで楽しんでも全然 OK なぐらい、はい、もう盛りだくさんにいろんな施設もあるの で、 もちろん美ら海水族館もとても楽しい施設なんですけども、うん、その他にもいろいろな公園各地、はい、イベントであったりとか施設であったりとかもありますので、うん、そこらも、はい、もう含めたらもう丸1日かかってしまうかもしれない、はい、本当ですよね、はい、いつも私実は海洋博大好きでよく行くんですけど、はい、子供と一緒にお弁当を持って行くんですね。はい、でベンチだったりとか、またちょっとだけこう、敷物を敷いて、はい、そうご飯を食べたりとかするんですけど、はい、海洋博の施設自体って広いので、はい、いつも美ら海水族館のところだと人がいっぱいいるじゃないですか、はい、そうですね、でもそこからちょっと離れると本当に木陰みたいなところに何にもない芝生があったりするん で、 そ う、 なんですよ、そういうところでちょっとピクニック気分を味わわせていただいたりとかしてます。ありがとうございます、はい、本当に一日中丸々遊べるので、その中でこういったイベントがあると、はい、またメリハリもついて楽しめるの で、 そうです、ね、ぜひ、この20日21日27日28日やんばるの工芸広場ということで、30店舗からです ね、 そうですね、工芸品が出るっていうことですので、ぜひ足を運んでいただきたいと思います、はい、ね、この同日にですね、はい、またイベントも他にも開催されるということなんですが、紹介させていただきますね、はい、3月20日、20日の土曜日と27日の土曜日、今週と来週の土曜日はですね、はい、ヤンバル芸能ステージというものを開催しまして、はい、琉球舞踊であったりですね、はい、エイサーなどのステージも合わせて開催いたします。へー、はい、これはこの工芸広場が開かれる場所の、はい、と同じ場所で、うそうです、もうすぐそばに、うん、ステージがありまして、はいはい、海洋博公園中央ゲートというですね、一番メインの家島がちょうど見えるような、はい、花階段があってさーっとこ う、 もう正面にパーッと開けるって家島が見えるところですよね、景色があるところ、あそこの方に特設ステージご用意しまして、はい、そちらの方でステージをしますので、はい、ちょっと背景を家島に、うん、はい、すごい、はい、豪華なステージを見られるかと思います。背景に家島ってすごいです ね、 ですね、すごい、こんなロケーションなかなかないですよね、はい、すごい、そういった郷土芸能が楽しめるイベントも用意されてる、はい、ということですね、はいはい、そうです、その他にも、はい、紹介させていただきます。今はどちらかというと大人の方向けの、はい、まあ、芸能であったり、うん、芸能伝統工芸品だったんですけど、はい、お子様も楽しめるイベントご用意させていただきました、はい、沖縄ヒーローショーということですね、海洋公園に沖縄のヒーローが集合いたします。そしてですね、3月21日次の日曜日にはなんと闘牛戦士ワイドーが、我らがワイドーが、はい、海洋博行くんですね、海洋博で、はい、ワイドーショー開催いたしますので、はい、ワイドが行くってよ誰に向かって言ってるんですか、ね、ラジオ機の皆さん、もう皆さんもうね、ぜひぜひ、うるま市の方もワイドの大ファンということに、はい、伺ってますので、本当ですよ、 FM うるまもワイド推しですよ、全部のポスターありますからね、そうですね、もういろんなところに貼られてますね大使さんがこっちでワイドをワイドしますから、はい、そうですね、はい、3月21日は移動車ですね、で来週の日曜日はエイカーズも、おー、はい、来てくれますので、皆さんぜひ応援しにお待ちしております、うん、はい、子どもたちを連れて行っても楽しめますし、す、大人も楽しめますし、はい、すごい楽しめますね、そうなんですね、はい、
土曜日は芸能ステージ、日曜日は、ヒーローショーございます。でこちらどちらも1日2回公演となっておりまして、1回11時から2回目14時から中央噴水広場特設ステージで開催いたします。はい、お待ちしております。ぜひぜひそちらの方も見ていただきたいと思います。はい、はい、本日はですね、歌謡博、広報担当の、はいはい、荒崎さんをお招きしてお話をお伺いいたしました。はい、あの海洋博のイベント自体こうもういろいろありますの で, です、ね、各施設のこととかも、ね、はい、いろいろありますので、ぜひホームページもチェックしていただいて、はい、もう丸一日遊べるぐらいのプランを立てていただいて、ね、ぜひ足を運んでいただけたらと思います。はい、お待ちしてます。はい、本日はですね、3月20日、21日、そして27日、28日に開かれます、海洋博で開かれます沖縄郷土村活性化志向イベントやんばるの工芸広場のお知らせを、失礼しました、海洋博の荒崎さんをお招きしてお話をお伺いいたしました。はい、ぜひぜひ海洋博に、土日は遊びに足をお運びください。はい、本日はありがとうございました。ありがとうございました。